演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで本日はこちら、カルビーの47都道府県代表昔ラスト、ラストは私の在住している和歌山県からの蜂蜜梅干し味葉っぱえびせんを食べたいと思います。ちょっとここにマスコットキャラクターもいますしね。で、ちなみに手元にもあります。今回はちょっと最後なのでこの子に見守ってもらいながら、うん、ちょっとよ座れないな。この子に見守ってもらいながらいただきましょう。サポロパポテトつぶつぶベジタ、ハパイビスになるとサポロポテトつぶつぶベジタだから最後の音なのに何やってんだ自分は。はい、中身はこんな感じです。それでは、いただきます。ここを目指して頑張ってきたからね、感無量だよ、いろんな意味で。甘くて酸っぱくて美味しいのに。蜂蜜漬けなのでまろやかな甘さもあるのですが、それでも噛んだ瞬間に梅の甘酸っぱさが口の中に広がってますね。甘酸っぱさと言いましたが、かなり酸味が強いなので、酸味を求める方にはお勧めします。苦手な方はちょっとかもしれないですね。自分はどちらでもないといえばどちらでもないのですが、それでも結構強烈に酸っぱく感じたので、そのあたりでちょっと好みが分かれるかなということで、こちらの点数とさせていただきます。はい、でも地元和歌山の商品がこういう形で出てくるというのは、やっぱり嬉しいですね。この子ともよろしく、今後もよろしくお願いします。それでは、寒中水泳、少女を待つのは運命や。どっちの意味の運命なのでしょうか、いいのか悪いのか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。